株式会社日立システムサービスは、かつて存在した東京と港区に本社を置く、日立グループの一社でシステムインテグレーター。2010年10月1日付で、日立ソフトウェアエンジニアリングと対等合併し、日立ソリューションズに称号を変更した。2000年の合併によって誕生した新会社をまとめるシンボル的存在として、2004年11月に、 スキー部を創設した。このスキー部には、障害者アスリートが、正社員として雇用され所属した。長野パラリンピック及び、鳥のパラリンピック金メダリストの小林美幸、鳥のパラリンピック銅メダリストの大田渡邉子をはじめ、ソルトレークシティパラリンピック銅メダリストの新田義弘、長野大会以来パラリンピック3大会、連続出場の長田博幸らを要し、障害者スポーツでは、 稀な実業団チームを形成していた。チームは2010年に日立ソフトウェアエンジニアリングとの合併で設立した日立ソリューションズに継承されている。宮崎恵里、新眼で射止めた金メダル小林美雪と日立、システムスキー部の挑戦新調者、2007年、ピアニッシモ179。17 192 ISBN 9長7841億306万1519田中幸夫仕事事事情障害者選手の就業支援読売オンライン読売新聞社2008年11月9日閲覧ありがとうございます